トミスラフ・イビッチは、クロアチアのサッカー選手、監督。イビッチは卓越した、戦術家として、しばしば評され、サッカーの現代的なスタイルの発展の力となった、功績が認められている。2007年4月、イタリアの日韓スポーツ紙、ガゼッタ・デロス・ポルトは、異なる5つの国で7度のリーグ優勝を果たした。 業績から、イビッチを史上最も成功したサッカー監督として称えた。イビッチは14の異なる国のクラブと4つの代表チームを指揮し、6カ国でタイトルを手にした。トップリーグを7回、国内カップ戦を6回、さらに UEFA スーパーカップとインターコンチネンタルカップを制した。キャリアを通じて、イビッチは10カ国のクラブで監督を務めた。 故郷のクロアチアでは、RNK スプリト、ハイドクスプリト、ディナモザグレブ、クロアチア代表を指揮した。国外では、アヤックス、アンデルレヒト、スタンダールリエージュ、ガラタサライフェネルバフチェ、アベリーノ、パナシナイコス、FC ポルト、ベンフィカ、パリ・サンジェルマン、オリンピック・マルセイユ、アトレティコ・マドリード、アル・ワスル、UAE 代表、ペルセポリス、イラン代表を指揮した。 2011年6月24日78度目の誕生日の1週間前に故郷のスプリットで死去した。報道によると心疾患と糖尿病を患っていたとされる。ありがとうございます。